じゃあ最後は八百万か。それが私見当違いをしてしまいまして、少々手狭になってしまいましたの。敵や狭っ。どうした八百万。私の使っていた家具なのですが、まさかお部屋の広さがこれだけとは思っておらず。お嬢様なんだね。そこで私、提案がありましたよ。八百万、想像で作ればタダだったんじゃねえか。それはルール違反ですわ。私の個性で好き勝手に作り出してしまうと流通が。くそ、国民の一人として、うん、回さねばなりませんもの、経済を。そうか、ドンキ入りたかったんだな、このピアセル。てか今日のお茶、いい香り。わかりますの？お母様から仕送りでいただいた幻の紅茶、ゴールド。